はい、どうもこんにちは、ピアノ男爵です。さあ、今日のレッスンは、ついにこのバッハのインベンション第1番の、最後のレッスンになります。前々回は、この曲に取り組むにあたっての一番最初の段階として、まず片手ずつ、そして、両手合わせて、スローテンポでの練習の様子を、お見せしました。そして、前回のレッスンでは、この曲全体を通じての、フレージングについてお話ししたかと思います。それらを踏まえて、今日は強弱そして等色音の付け方についてお話ししていきたいと思います。前回前々回の動画がまだの方はそちらからご覧ください。では強弱についてからお話ししていきたいと思います。これまでも何度も言ってきたことですが、このバッハの楽譜、もともとは強弱の指示は一切書かれていません。強弱の変化をつけることのできないチェンバロでの演奏を想定して書かれていますからね。なんですけれども、後のどこかしらの誰かがこれをピアノで演奏する際の表現の目安として強弱の指示を書き入れてくれたもの、それが高低版の楽譜なんですね。だから必ずしもバッハ自身の意図が反映されているわけではないかもしれないんですけれども、一体どういった判断材料でこれらの強弱を決めているのか、その一つが前回フレージングの際にお伝えした音が上がっているところでは盛り上がるようにというのが基本にあります。私の見ている楽譜ではフォルテの指示が曲中で3回だけ出てきますが、それらすべてメロディーの上降形、それにクレッシェンドが伴って書かれています。最初が5小節目、6小節目、そして2つ目が13小節目から14小節目、そして最後のフォルテが20小節目にかけてですね。で、ここで一つ疑問が出てくると思うんですけれども、これら3つのフォルテ、すべて全く同じ音量で弾くべきなのか、それともそれぞれ微妙に違うべきなのか、で、また違っているとすれば、どれが一番本当に大きなフォルテなのか。私の考え申し上げますと、この真ん中の13小節目、14小節目のフォルテ、ここが曲中最も盛り上がる山のてっぺんだと思います。前回のレッスンでここで曲中の最高音が出てくるのでというふうに言ってしまったんですけれども、違いましたね、すいません。曲の終盤20小節目のこれが曲中の最高音でしたね。なのでこの14小節目ではなくて20小節目、こちらの方が曲中一番盛り上がるピークであるべきなんじゃないかというふうに思う方もいるかもしれないんですけれども、そこに至るまでの音楽の流れ、和声的な進行であったり、そういったところから考えると、私はやはりこの曲の中盤のここの方が緊張感があるし盛り上げたいなというふうに思うんですよね。ちょっとそこまでの流れをさーっと見てみますと、11小節目から16分音符ばかりの長いパッセージが始まって、途切れなく音楽は前に前に進んでいくところであるのに対して、この20小節目、ここに至る流れは15小節目で、というようにそれまでの流れが少し落ち着いて、右手左手交互に呼びかけ合うようなメロディーが一つずつしか動かない、ちょっと音楽が落ち着くところなんですね。で、それを経て、ここから中間部以上の盛り上げ方をするのってなんかちょっと不自然じゃないですかね。私はそういう風に感じたので、なのでこの曲中に出てきた3つのフォルテ、それらの盛り上げ方の違いを考慮して曲の外形を描くと、まず少し盛り上がって、そして真ん中でさらに盛り上がって、最後またちょっと盛り上がって、
みたいな形をイメージできるかと思います。それを踏まえて曲の始めから書かれている強弱を一緒に細かく見ていきたいと思います。まず1小節目、ピアノという指示で、そして2小節目、メゾピアノ、そして3小節目、ここからメゾフォルテというふうに指示が変わっています。非常に細かく段階的な音量の変化が指示されているんですけれども、このピアノという表記、非常に誤解を招きやすくて、私はあまり好きではありません。まあ、これ以外に書きようはないかもしれないんですけれども、決してすごく弱々しく弾き始めなさいという指示では絶対ないと思います。この曲を作っている主題をまずこれと明確に提示する部分なので、どちらかというとはっきりと聞かせなければいけませんし、また爽やかなイメージ、キラキラしたような音色が欲しいなというふうに私は思います。なのでピアノと書かれているからといってあまり遠慮しすぎず堂々と弾き始めたいと思います。なんですけれども、ここでピアノと書かれているのはフォルテとかメゾフォルテというふうに書いてしまうと、この後の伸びしろがなくなってしまうから、ただそれだけだと思うんですよね。前回のフレージングの話で言いましたが、ここ1小節目の2フレーズが5度上がった形で繰り返されます。高いところに上がったので少し盛り上げるような気持ちで、そしてここでメゾフォルテに至るというような指示が書かれていますが、まあ、というような意味からこの1小節目はピアノ、そして2小節目はメゾピアノというように書かれているかと思うんですけれども、あまり大げさな明確な音量の変化というのはそこまで意識しなくていいと思います。今言ったような少し盛り上がるというような気持ちを持って弾くだけで、その微妙なニュアンスはつくと思うので、もう曲全体を通じてピアノからフォルテの音量幅というのもそこまで大きなものでなくていいと思います。このバッハのインベンションを弾く際には、というラフマニノフのような分厚い和音で書かれている曲では決してないので、あくまで2つのメロディーラインが重なっているだけというシンプルで素朴な音楽なので、前回のレッスンでお話ししたフレージングこそが大事であって、強弱の付け方は本当もうニュアンス程度、楽譜に書かれている指示も参考の目安ぐらいに思っておくといいかと思います。はい、まだ3小節目までしか進んでないですね。ちょっとペースを上げて頑張って最後までいきたいと思います。もう一度初めに戻ります。ピアノと書かれていますが、はっきりと弾き始めましょう。そして音が高くなったことを感じて、そしてメゾフォルテと書かれていますが、ここから下降形に入るので少し強めに弾き始めて下がっていく感じのニュアンスを持たせます。少し低くなって、そしてここから左手が上降していくので少し膨らむようなイメージ で、それに対して右手は下がり続けていきます。ちょっと大げさな表現になってしまった気がしますね。あまりやりすぎない方がいいかと思います。そして左手、ここでまた主題が出てきますので、これははっきりと聞かせたいところですね。そしてここから右手左手ともに音がだんだんと上がっていくところなので、クレッシェンドが書かれています。で、その先にフォルテとありますが、最初に確認した通り中間部分ほどの山ではないので、ここでフォルテを全力で叩いてしまわないように気をつけましょう。そしてここから第二提示部、メゾピアノで弾き始めるように指示が書かれていますね。曲始めのこれに対して左手で少し低い音を弾いているので、その分ちょっと力強さ、たくましさを感じるような部分であると思うんですけれども、あまり意識して初めよりも少し大きく弾かなきゃというふうには思わなくていいような気がします。で、
2小節、7小節目、8小節目、右手はメゾピアノで左手はピアノという、面倒くさい強弱の指示があるんですけれども、まあ、言わんとすることはわかるんですけれども、右手がこの主題を弾くので、左手のこのフレーズ、これが邪魔してしまわないようにちょっと抑え気味でバランスを取りましょうということだと思うんですけれども、あまりそこまで神経質にならずに同じぐらいの音量で合わせても、右手の方が上にありますし、ちゃんとはっきりと聞こえるはずです。で、また左手で弾いているこれ、主題に比べると副次的なフレーズであるんですけれども、だからといって決してないがしろにしていいわけではなくて、これも大事なフレーズなので、右手を聞かせるためにこっち弱く弾かなきゃと思って適当な音色になってしまう方が怖いです。私が平均律のフーガをやっていた際に教授から言われたことなんですけれども、こういった曲、決して主題はどこでしょうかで探すゲームではないですからね。なので何でもかんでも主題ははっきりと、それ以外の声部は小さく弾くみたいな弾き方は必ずしも最適ではないよということですね。なのであまり神経質になりすぎずに、曲の最初1小節目2小節目と同じような感じでここからも弾いていけばいいと思います。だんだんと弾いている音域が上がっていくので、それに合わせた盛り上がりのニュアンスを持って弾いていきましょう。9小節目もこちらがメゾフォルテで左手メゾピアノ書かれていますが、先ほど同様にあまり気にしなくていいと思います。同じぐらいで弾いて問題ないと思います。11小節目からもまた加工していきますね。加工していくんですけれども、前回フレージングの話で言った通り上がる感じというのを一つ一つの塊に持たせて弾きます。そしてここは長いフレーズ、このレに向かって膨らませていくように、ここの左手のという2音、少し重さを乗せたいなというふうに思ったんですけれども、一番最初のこのソーソー、ここに対応している音なんですね。そしてここの13小節目の3拍目から右手左手ともに16音符でジャカジャカ動くところです。また和声的にも緊張感が高まっていく、右手のメロディーも高いラ、そして高いシまで上がっていくところなので、ここが曲中最大の山のてっぺんだというふうに私は思います。なので十分にクレッシェンドをかけてフォルテに向かって弾きましょう。そして強弱指示書かれていませんが、カデンツ、私はここから非常に音楽落ち着くところだなというふうに感じるので、しっかりとカデンツで音量を落として優しくこの第2定時部を終えたい、第3定時部を弾き始めたいというふうに思っています。そしてここから右手の呼びかけに対して左手が応えるような、モーツァルトの魔笛のパパゲーノとパパゲーナみたいな、なんかそんな感じのイメージなんですけれども、まあ、なのでこの呼びかけに対して応える方が音量が大きくなってしまってはおかしいので、メゾフォルテ、それよりも少し小さくメゾピアノというような書かれ方がしていますが、ここまで私はそこまで音量の差意識をしなくていいんじゃないかなというふうに思っています。もう自然な呼びかけに対する答え、どれくらいの音量で答えたいのか、まあ、とにかくそのやり取りの様子をイメージして弾けば、音量的には同じくらいで思っていいんじゃないかなと思うんですよね。はい、で17小節目はメゾピアノに変わっているのは、この15小節目、これに対して音が一つ下がっているからですね。
まあ、やはり音の高さの変化によって気持ちの高ぶり、そして落ち着き、何度も同じ話になりますが、あくまでもニュアンス程度に気持ちの中に留めておけばいいかと思います。音量7を音量5に下げるとか、そういった絶対的な指示ではないので。右手左手ともに動き始める、そして曲の終わりに向かっていく部分ですけれども、右手のこの主題に対して左手は主題の拡大形の反抗形、上下逆さま、というのを合わせて弾きながら少しずつ音域が上がっていくところです。なので塊でちょっとずつ盛り上げていくような気持ちで、これよりも少し盛り上げて、さらに盛り上げて、というようなニュアンスのクレッシェンドが書かれている部分なんですが、なのでここの短い1小節半ぐらいのスパンの間に、このピアノに落ち着いたところから曲中最大のフォルテまで盛り上げるってどうしても不自然だと思うんですよね。決してやりすぎずに、あくまで自然に盛り上がれるところまで盛り上げれば十分だと思うので、そして終わって左手が9度の加工をしてまた主題を弾きます。この曲の終わりに向かってデクレッシェンドのような指示書かれていませんが、私は少し収まっていて終わった方が綺麗だなと思うんですよね。楽譜上での指示は最後はフォルテで終わっているから、そのままの音量で最後まで突っ走ってくださいっていうような曲ではないと思うんですよね。であと強弱の話ではなくて、前回触れておくべきだったことかもしれないんですけれども、この曲の終わりのこのというパッセージ、一つのメロディーラインとして書かれていますが、という内声とというソプラノ、それが一本のメロディーラインとしてバラバラにというような解釈をすることのできるパッセージです。こういったメロディーのことをポリフォニックメロディ、一本のメロディーなんだけれども多声的、ポリフォニックであるということから、そんな名前がついていたりします。さあ、ここまで強弱の話ですが、だいぶ長時間になってしまいました。あとは装飾音についてお話ししなければいけなかったんですけれども、すいません、もう要点だけさらっとお話しさせてください。バッハやこういったバロックの音楽では、モルデント、プラルトリラ、またトリルなどの様々な装飾音の記号が楽譜中に出てきます。それぞれの基本的な弾き方は調べればすぐ出てくると思うんですけれども、その音から上がって戻るプラルトリラ、またその逆、下がって戻るモルデント、またそれらを書かれている音の上から弾き始める場合があったり、またモルデント、プラルトリラの始まりの部分にちょっと長い曲線が書かれていて、上からアプローチしてというふうに弾いたり、また下からアプローチしてとか、あとこのタカタカと弾く回数であったり、まあ本当にさまざまな装飾音の弾き方あるんですけれども、ここは絶対こう弾かなければいけないというものはありません。なので自分が弾ける方法で一番いいと思う形を入れていけばいいみたいな、私はすごい緩い考え方なんですけれども、私が思うに大切なのは、その装飾音の記号が書かれているところは、なぜそれが書かれているのか、その理由がちゃんと分かっているかどうか。チェンバロという楽器ではピアノのように強弱のコントロールができないので、目立たせたい音にはこういった装飾音がついてるんですね。また音の伸びを確保するのも難しい楽器なので、伸びていることを聞かせたいという時に長いトリルがついていたりします。という背景を踏まえると、これらの装飾音、基本的には素早いリズムで弾きたいですね。速いテンポだったとしても
またゆっくりのテンポだったとしてもゆっくりのテンポでというふうに弾いてしまうと装飾音としての本来の目的があまり生かされていないような気がします。ゆっくりだとしても装飾音のついているところは素早く弾くということを守ってさえいれば、あとの細かい弾き方の違いなんかはあまり大きな問題ではないと思います。この第1番で出てくる装飾音は基本的なプラルトリラーかモルデントぐらいなので、そこまでややこしくないと思うんですけれども、ざっと確認しておきます。1小節目、今弾いていたところで、ここ本当は私の持っている楽譜どちらともプラルトリラーで書かれていますなんですね。ですが私が小さい頃に聴いて育ったイメージでここモルデントで弾かれていたことが多かったので、今回もそのようにして弾いています。まあ原点版でもプラルトリラーになっているので本当はそっちが正しいんでしょうけれども、プラルトリラーで入れる際にこの前のドからドを繰り返して弾くことでちょっと切れてしまう感じが嫌なので、私は入れるとしたらその書かれている音シからというふうに弾くかと思うんですけれども、まあ、それぞれの弾き方で不自然ささえなければどちらでも構わないと思います。で続き、ここもモルデントで私弾いていますが本当はプラルトリラです。でこの2ついずれもフレーズの途中の音符についています。なのでフレーズの真ん中に膨らみを持たせたいというような狙いなんでしょうね。で次に出てくるのが5小節目、ここはプラルトリラーではなくモルデント、下がって戻るという弾き方の記号がついていますね。まあ、こちらのここに重さを乗せてこっちへ抜く。で次の6小節目、ここにまたプラルトリラーがついています。でここのプラルトリラーの弾き方についてヘンレ版では参考としてすごくややこしい弾き方が注釈に出ていますね。Garber's copy has the following suggestion for the ornament. ガーバーというエディションではこのような指示が書かれていますよと。すごいゴージャスな感じはしますよね。ただテンポによってはこの入れ方するの非常に難しいなと思うので、だからテンポ感によっても入れ方非常に変わってくるんですよね。自分の最終的な仕上げのテンポで入れることのできる形、入れたい形で弾いていきましょう。ここへ、まあ、ドから弾き始めてもいいと思いますね。そして次出てくる装飾音は8小節目、ここですけれども、この曲中で唯一フレーズの終わりの音にこのプラルトリラーがついています。ここで気をつけたいのがフレーズの終わりなので他と同様に重さがあまり乗ってしまわないように叩いてしまうとフレーズ感が台無しになってしまうので、ここの装飾音に限っては強調したいというよりもフレーズの終わりを少し華やかにしたいぐらいのニュアンスだと思うので、ちょっと難しいけれども抜きながら軽く他の装飾音よりもちょっと注意して弾かなければいけないですね。であとは14小節目、ここもプラルトリラーがついています。ドに重さが乗ってラに加工していくようなニュアンスをつけるために、でここのプラルトリラーもまたレから弾いてもいいんですけれども、その直前の音がときてるのでレを繰り返して弾くのちょっと厄介なんですよね。ドからでも別にいいと思います。あとは20小節目、ここ原点版の方でもカッコがついて、Ornament signs in parentheses come from the secondary sources。 なので原点版からではなくてどこかしらのセカンダリーソースに書かれていた指示ということらしいです。ミの音についているプラルトリラーですね。私も耳なじみがあるので弾いています。ここはファから弾いてあげた方がより綺麗にメロディーつながるかもしれないです。
このソからミにつながるようになるので、ファを入れてあげるのもいいですね。まあ、1番に出てくる装飾音は、そんな感じです。あ、1箇所、13小節目に出てくる、左手見落としてましたね。レにモルデントがついています。で、まあ、他と同様に、重さを乗せて、細かく弾きましょう。で、まあ、以前も言いましたが、これらの装飾音、必ず全て絶対にやらなければいけないというわけではありません。まあ、原点版に書かれている分ぐらいは、一度は弾いて試した方がいいと思うんですけれども、また書かれていない箇所も勝手につけてはいけないというわけでもないと思うので、私は18小節目なんか勝手につけてましたね。なんかちょっとつけるといい感じで変化が生まれて面白いかなと思って。はい、まあ、というわけで以上でこのバッハのインベンション第1番のレッスンは全て終了になります。シリーズの初めにも言いましたが、バッハのこういったポリフォニックな曲は仕上げるのにとにかく時間がかかります。まあ、焦らず他の曲と並行しながら練習を続けて、気長に仕上がるのを待つというようなスタンスでやっていけばいいんじゃないかなというふうに思います。私もこのインベンションのレッスンはこれまで撮ってきた動画の中で一番撮影に苦労しましたが、今後も頑張ってちょっとずつ進めていきたいと思いますので、これからもどうぞよろしくお願いします。では、最後までご視聴くださりありがとうございました。